皆さん、はじめまして。群馬大学オープンキャンパスグッデイ2022にご参加いただきありがとうございます。これから学生広報大使トークライブ理工学部編を始めたいと思います。この企画は群馬大学の在学生が高校生の皆さんからいただいたご質問にお答えしながら、在学生目線での群馬大学の魅力や大学生活のリアルな実態をお伝えするものです。群大生に聞いてみたいことがありましたら、ぜひ YouTube チャットのからお寄せください。まずは出演者の自己紹介をさせていただきます。では司会の私からさせていただきます。群馬大学理工学部電子情報理工学科3年の、岩内こと岩内と申します。本日は司会群馬県の前橋出身で、体操部に今所属しています。以前まで飲食店でホールスタッフをやっていたんですけど、今は就職活動でアルバイトはしていないです。1年生の時は前橋の実家から通っていたんですけど、桐生ちょっと遠いんで一人暮らしを始めました。じゃあ次に隣の日和さんお願いします。はい、理工学部化学生物化学科3年の鈴木日和です。千葉県出身で今は一人暮らしをしています。サークルには無所属で居酒屋のアルバイトをしています。ぜひひよちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。じゃあ次はたいちゃんお願いします。はい、群馬大学理工学部物質環境で2年の熊谷たいです。出身地は岐阜県です。部活やサークルは生協の学生委員会に所属しています。アルバイトは単発のアルバイトをやっているので予定が空いた時にやっています。で今は一人暮らしをしています。ディズニーが大好きです。よろしくお願いします。じゃあ最後に斉藤くんお願いします。はい、理工学部物質環境類2年の、斉藤壮太と申します。出身地は岩内さんと同じ群馬県ですが、私は高崎市の出身です。先ほどのタイさんと同じく学生委員会に所属し、生協学生委員会に所属して、今アルバイトはしていませんが、一人暮らしで自炊を頑張ってます。今週角煮を作りました。よろしくお願いします。ではそれではまずは私たちは群馬大学に入学した理由についてご紹介したいと思います。どうしようかな、また俺から話していくのもあれなんで、日和さんからいい？あ、私から。私が群馬大学を選んだ理由は、化学と生物に興味があったからです。この学科では化学と生物のその両方をについてバランスよく学べるんじゃないかと考えたので、この学科に入学しました。そんな感じです。じゃあ次は、じゃあ、自分いきますね。自分が群馬大学に入学した理由は、まあ、そもそも群馬県出身なんで群馬大学を志望したっていうのが一番大きいんですけど、あとは公募推薦受けたら受かっちゃったっていう感じが一番大きかったですね。なんか一応やりたいことを群馬大学あって志望して受けたんですけど、なんか面接とかで終わっちゃったなみたいな感じで受かりました。じゃあ次2年生、じゃあ斉藤君行ってみる。はい、きっかけは先生に群大の僕物質環境理ってさっき言ったんですけど、もともと環境創生理工学科っていうところがあるんだよっていうのを教えていただいて、先生、高校の先生から教えていただいて、それを調べていくうちにちょっと自分のそのやりたいことができそうだなっていうところから、模試とか受けてたら、ある日物質環境理に名前が変わって、でもそれでもやりたいことができそうだなと思って、目指して入りました。じゃあ最後たいちゃんお願いして。まず高校の勉強でその化学とか生物がちょっと好きになって、そっちの方向に行きたいなっていうのがあって、でもなんかまだざっくりとしか決めてなかったので、その群馬大学の理工学部の物質環境類っていうすごい大きな括りで募集しているのを聞いて、でその大学の勉強しながら進路を決めれるっていうところで群馬大学を選びました。
はい、ありがとうございます、どうしますかね、チャットがまだ来てないんで、次のトークテーマ、こちらの方で用意しているトークテーマを喋りたいと思います。まずは理工学部への質問と理工学部の授業についてお話しいたします。どうですかね、授業どうですか？でも1年生の時はなんかすごい必修の授業が多くて大変だったけど、こうだんだん学年が上がるにつれて授業が少なくなってるので大変なんですけど、まあなんとか頑張ってます。質問来ましたね。マリさん、チャットありがとうございます。ありがとうございます。高校時代の勉強の仕方を教えてくださいということなんですけど、どうしましょうかね。記憶が新しい2年生の方からちょっと喋ってもらおうかな。どっちが、あ、じゃあたいちゃん、なんか勉強の仕方なんかある？私結構その家にいるとダラダラしてしまうことが多かったので、高校の自習室に行ったりとか、あと図書館に行って勉強したりとか、なんか周りに勉強してる人がいるような環境になるべく移動して勉強するようにしてました。はい、以上です。斉藤くんとかはどんな勉強の方法？勉強の方法、まあ仕方、方法、いろいろあると思うんだけど、僕は割と授業じゃないその補習みたいな、課外みたいな、学校の、朝も放課後もどっちもあったんで、それに出たりして、でそれが終わるともうすぐ 家に帰りたかったんで、家帰ってずっと勉強していました。お、もう一個チャットが来てますね。ラジオネーム、ウー様様、ラジオネームなんですかね、はい。高校で数三を履修していましたか、苦手でも授業についていけるでしょうか。あ、数学が苦手でもってことですかね。どうしよう、数三取ってた人手を挙げて。はい、あ、全員か、マジか。意外だな、なんか割と受けてない人いるよね、数三取ってなかったみたいな人。そうなの？いや、なんかでも理系だったら数三取っとけって、なんか学校割と言うよね、確かに言わない。言うね。もう多分なくってなくても1年生の時にの最初の授業数学あるんですけど、大体あれなの、最初は数三の内容ちょっとやるよね。でも先生から説明があったので、一応数三履修してるといいかもしれないんですけど、一応先生からは説明はありました。数三ってそもそも何があった？微分積分、ここかなあと、また、質問チャットが2つありますね。じゃあ先にまたマリさんからの質問をお答えします。簡単でいいので学校の校風を知りたいです。難しいの来たな。校風か。どんな感じだろう。なんか国立大学だなって感じはしない。しないかな、わかんないけど。あ、でも、すると思う。すると思う。なんか校風か。校風か。なんか地方。忖度しなくてもいいそうなので、いろいろ皆さんぶっちゃけていきましょう。そうですね、古風難しいな。なんか、まあ、でも落ち着いてるって感じ。落ち着いてるっていう感じ。ちょっと忖度してね。あ、なんかやっぱでもいろいろ質が整ってるし、地方国立大学ってこんなもんなんじゃないかなっていう気はするかな。どう思う、斉藤くん。はい。はい。校風。校風って難しいよね、なかなか。でも僕は、さっき落ち着いてるってさっきおっしゃってましたけど、僕は割と、僕の周りは割とワイワイやってる感じがあるので。
じゃんじゃん質問来てるのでちょっと巻きできますかね、MY さんチャットありがとうございます、推薦入試においてプログラミングの大会に出場したり出場したりする経験は有力でしょうか。推薦入試においてプログラミングの大会に出場したりする経験は有力でしょうか。これは、推薦を受けたのは俺しかいないんですけど、僕はスポーツの大会で全国まで行ってた経験もあったんで、ちょっとその辺、そういうのがあったのは言ってたんですけど、やっぱそういう、なんていうんですかね、出場したっていうのは内申点的にはプラスになるんかなって気がしますけど、詳しくは入学者選抜に関する要項、各入試日の学生募集要項に従って確認してください。すいません。次に、様、ちょっとありがとうございます。物質環境類のプログラムを見ると、生物や科学が中心に見えるように思えるのですが、物理選択の人も大丈夫でしょうか？ということで、両サイドの2人が物質環境類だけど、どうですか？プログラムでいうと、物理選択の人向けになるのかなっていうところで、土木環境、名前を忘れちゃったけど、土木っぽい勉強ができるプログラムは、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、そこはちゃんとあるので、物理選択の人にもいけるプログラムっていうか、その人向けのプログラムあるって感じ。はい。なるほどね。僕今そこ目指してるんですけど、名前を忘れちゃったんで。ちなみに高校は物理選択で。あ、僕物理だった。なるほどね。いるから大丈夫だと思います。次行ってみましょう。あさん、ありがとうございます。ちょっと化粧品の研究をしている人はいますか。これは、俺以外の3人かな。化粧品研究？化粧品の研究って難しいな。でもなんか直接化粧品っていうと多分難しいと思うんですけど、その化粧なんか、化学は結構化粧品に関係してるので、有機化学とか無機化学とか そういう研究だと、化粧品に近いのかなとちょっと私は思ってます。就職先では人気あるよね、多分化粧品ね。私も今就職しようと思ってるんですけど、化粧品業界狙ってます。じゃあ次また質問いってみましょうか。どこまで読んだっけ。いちいちさん、チャットありがとうございます。ジェットコースターについて研究したいと思っていますが、それについて勉強は研究できる研究室やコースありますか。すごいところを目指してるね。なかなか面白いと思いますけど、これはどちらかというと自分の関係なんだと思うんですけど、多分今の電子機械類の特に機械系の方はどうなんですか。ジェットコースター、車の研究をやってる人はやっぱ車の研究というか、もっとちっちゃいエンジンとかそういうところの研究はそういうエンジンとかもっとちっちゃいところなんですけど、今就活自分でしてて、ちょっと有名なパークの技術職とか見ると、そういうジェットコースターの点検を行ったりするっていう職業はあったりするんで、研究的には流体力学とかなんですかね、ジェットコースターを。研究自体もやろうと思えばできるし、結局は職業でどうなるかじゃないですかね、最終的にはと思います。じゃあ次いきますね。ナナさん、チャットありがとうございます。理工学部に行くとどんな職業を目指している人がいますか。2年生2人はまだこういうのなりたいなみたいな将来展望とかある？ないよな、あんまパッと出ないよな。日和さんは化粧品業界を目指している感じ。化粧品業界目指してます。多分物質環境だと食品とか化粧品とかなのかな、多い。そう、多分食品関係目指してる人は多いんじゃないかなと思います。あとは、僕のいる電子機械とか電子情報の方は、車のメーカーとか、僕は今医療機械のメーカーを目指していて、ちょっとそういうの、あとプログラマーとかもあります。 ES じゃないよ、 IT エンジニアとかなんか多いじゃないですかね。進路状況はホームページに載っているので確認してみてください。すいません。次の質問いきますね。
しがないさん、チャットありがとうございます。理工学部は途中でキャンパスが変わりますが、心配事などありましたか？どうしましょうかね。とりあえず、じゃ県外から来てる人に一体聞いてみますかね。県外2人がそっちなんで、右の女性2人が、はい、どうでした、千葉から1回群馬の前橋来て、そっから桐生に移動するってのは。まあでも、やっぱ引っ越しするのはめんどくさかったですね。あと私、ちょっと、なんていうか、ちょっと、なんか私、入学するまで2年生になってからキャンパス変わるの知らないまま入学したんですよ。だから本当にびっくりしたんですけど。入って1年でじゃあキャンパス移動するのって気づいてびっくりしたの。なんか入学、もう本当にするタイミングぐらいで、変わるのってびっくりしたんですけど。まあそうですね、こんな人もいるんだね。こんな人はいます。ちょっと遠い岐阜県から来た人はどうですか、岐阜県から前橋家桐生って、なんか引っ越しを2回するので、なんか1年生になる前に1回引っ越しして、で1年生入ってなんか大学生活にちょっと慣れ始めたなぐらいで、また部屋探しっていう、なんかちょっと忙しい時期はあったんですけど、なんか環境が変わるってやっぱ新しいことも増えると思うので、そこでワクワクして大学生活を送れるかなって思います。すいません、ありがとうございます。じゃあ次の質問いきますね。アサンから、科学苦手な人が物質環境に入るのはどう思いますか？どう思いますか？斉藤くん、はい、科学、僕の個人的な感想で言うと、僕の周りにも科学苦手な人はまあまあいるし、まあ苦手でも先生も、まあ教授というか授業をやってくださる先生も、そういう苦手な人もいるだろうなっていうのを想定しながら、いろいろ授業を一年のうちにいろいろ教えてくれたりするので、まあついていけないことはないんじゃないかなと僕は思います。じゃあちょっと結構質問きますね。次に行きますね。ちょっと早いんですけど、ゆささん、ちょっとありがとうございます。物質環境類の応用化学プログラムや材料化学プログラムに興味があるのですが、生物や生物基礎を履修していません、厳しいでしょうか？たいちゃんは何プログラム、このプログラムです？一応今は応用化学に進もうと思ってるんですけ ど私は生物選択してたのであれなんですけど、いると思う、ね、生物取ってなかったみたいな人は。あ、でもいます。いるんだ。物理の方が得意っていう人も中にはいるので、でも生物選択してなくても生物科学っていう科目があるんですけど、それでもう一回ちゃんと一から勉強できると思うので、履修はもしできなかったとしても多分大丈夫だと思います。じゃ一旦トークテーマ進めますね。主に学生生活について話していこうと思います。チャットを開始しながらいきますね。もう一個来てますね。うーさん、チャットありがとうございます。電子機械類は物理の電磁気分野が苦手だと入学後の大学の勉強は厳しいですか？電子機械類に値するのは僕しかいないんですけど、多分大丈夫ですね、これは。僕は物理めっちゃ苦手でしたし、電磁気も全然無理でしたし、っていうのを言うとなんか教授が見てると怖いなって思うんですけど今。そうですね、正直大学なんか電磁気をやっぱ最初というか基本から授業で、2年生で多分電磁気の授業あると思うんですけど、本当に最初の右ネジの法則とかからやってくれたりするんで、そこまで高校時点でなんか悩む必要はないんじゃないかなとは思います。なんか大学入ってから友達とやべえやべえいいな勉強するぐらいだと思いますかな。じゃあチャットが一旦止まりましたの、止まってるよね、大丈夫かな、うん、でじゃあ、学生生活についての話かちょっとしようかなと思いますが、学生生活です。
どう、ああ一日の過ごし方とか一人暮らしの大変さ、一人暮らしで大変だったことなんかありますか？まあでも全部自分一人でやんなきゃいけないので、あ、まあ家事がめんどくさいですね。よくも悪くも全部自分だよね。やるのも自分だし、やんないのも自分だから、なんかやっぱりその学校関係のこともその家のことも全部一人でやんなきゃいけないので、そのなんていうか自分で時間配分っていうかスケジュールをこう調整しないといけないので、それは大変だなと思います。めっちゃいいこと言うな。なんかどうしよう、なんかめっちゃいい感じに言ったから、なんかちょっと面白いエピソードとかでもいいから、なんかあと1年一人暮らししてこれやばかったなみたいな、やばかったエピソード、やばかったエピソードというか、なんかなんだろうね、なんか一人暮らしの大変さ。あ、でもあの前橋にいた時に家に虫が出たことがあって、あ、前橋の方がきつかった。いや、なんかうん、なんかなんか家中こう飛び回ってて、それを一人でも泣きそうになりながらこうやって大変だった。それがたえちゃんとかどう、一人暮らし。一人暮らし、自分は一人暮らしをその高校の時からしたかったので、すごい楽しみであの一人暮らしを始めたんですけど、思ったより自分でやらなきゃいけないことが多くて、あ、ちょっとうまくちょっと手を抜きながらっていうか、守りながらやってます。お、チャットがまた来ましたね。イエサさん、またチャットありがとうございます。実際に群馬大学で生活していて感じた群馬大学の良いところを教えてほしいです。だそうですか。群馬大学の良いところ、なんかこれはバツに、逆になんかいいとこがないみたいな感じになっちゃったよね。ちょっとなんかっていうとあれだけど、なんか群馬大学のいいところってなかなか難しいよね。このキャンパスの周りのいいところとか、キャンパスのいいところだと結構だったりするんですけど、大学に、まあ、でも結構群馬県内だけじゃなくていろんな場所から来てる人が多いので、まあそうですね、いろんな友達ができるのはいいところだと思います。意外といるよね、県外。岐阜県もいるし、沖縄、北海道とかも結構遠いところから来るんだなみたいな人もいるから。ああ、教師との距離感とか、学生間交流、なんていうんですか、学生交流とかはやっぱ大学生は自分から行かないとですよね、全部あの、うん、クラスもないし教室があるわけでもないんで、自分から、うん、なんかなんですかね、SNS を使ったりもあるし、うん、授業でたまたま隣になった人に、うん、え、この授業って難しくないみたいな話しかけ行って仲良くなっていく感じで、友達の友達とかと会ってきたりとか、うん、なんですかね、教授との距離感、どう？え、教授と喋ったりする、喋ったりとか、なんかめっちゃ仲いいっていう教授いる？個人的にっていうのがあったけど、私は別にいないかな。確かに。でも、うん、でも授業では結構質問とかもしやすい環境だし、うん、なんかちゃんと質問時間取ってくれたりするし、優しい人も多いね。あと実験の時とかだと結構喋る機会が多いかなって思います。次の質問また来てますね。関口さん、チャットありがとうございます。毎日何時ぐらい前学校にいますか、バイトはしていますか、だそうで、どうしますか、何時ぐらい前学校にいるか、どうですか。結構やっぱ日によって違っちゃうよね。なんかもうそもそも学校平日でも行かない日あるし、うん、なんなら10時に授業終わって遊び行ったりするし、うん、逆に5時半までみたいな。授業の時間が8時40から10時50まであるんですけど、自分で好きに入れるんで、まあ、入れる授業次第だよね。じゃあバイトはしていますかなんですけど、まあ、してます。ここから右側が全員バイト3人してて、あれ、飲食系のホールスタッフやってて、
居酒屋のホールスタッフです。で単発でいろいろ単発のバイトやな。バイト、あとは受講者っていう人なんかも多いよね。え、塾講師やってる人とか多いかな、イメージ的には。割と周りに割といるよね。確かに。でも両立とかは全然いけるよね、授業とバイトの両立とか、うん、あ、リモート授業の状況とか、リモート授業そうです。あ、そうですね、今リモート授業半々ぐらい、みんなどうなのかな。自分は水曜日だけリモートで、あとは対面で行ってます。あ、同じです。あ、そっか。まあ、基本対面でなんですけど、でもその対面の時でも学校にそのノートパソコンを持って行ってズームを開いて、で、そのスクリーンにこう講義内容がこう映される授業が結構多いんですけど、それをこう結構近くではっきりと見れるので、そういう使い方もしてます。ちょっとまた結構来てますね。じゃあ次のチャット行ってみます。しがないさん、チャットありがとうございます。群馬は気温が高いイメージがあるのですが、実際に住んでみてどう感じましたか。どうですか、岐阜県民、千葉県民。いや、暑いです、ね、暑いよね。そりゃ暑いですよ。だってなんか、最近40超えるのは毎日というか、なんかいつだっけ、一月前くらいか、日本の最大気温が群馬一帯みたいな、うん、ちょっとなんで沖縄と張り合ってるかなみたいな。桐生市だけ沖縄と張り合ってる時があったんですよ。その時本当に暑かったですね。なんかこれは私の体感ですけど、結構日差しが強いっていう、なんかジリジリする感じの暑さだなっていうイメージがあって、だから私はあの最近日傘を買ってそれを刺してます。また次の質問また行ってみますね。ゆうささん、チャットありがとうございます。キャンパス周辺のおすすめの遊べる場所は飲食店はありますかってことなんですけど、どうです、2年生とか3年生、まあ、みんななんか外食しに行く、そもそもだけどたまに行ってみる。どうかな、なんかどうですか、斉藤くんとか。前橋にいた時はなんか軍隊の近くにカラオケがあって、あ、割とそこ遊びに行ってました。じゃあちょっと時間も経ってきたので次のトップテーマ行ってみます。トップも今ちょっと落ち着いてきましたね。群馬大学に進学してよかったこと、これさっき答えたっけ、あ、じゃないか、群馬大学のいいところ、進学してよかったところ、なんかパッと思いつく人。さっきも あったんですけど、その結構全国から集まってる感じがあって、自分岐阜から来たんですけど、自分の地元に近い高校から群馬大学に来てる子もいて、なんかちょっと親近感湧いたりとか、あと北海道から来てる子もなんか数人いて、そんなところから群馬に来るんだっていう、なんかいろんな人と会えるなっていうのがありました。群馬県民的にはさ、どう、その他県の人とか、あとはあれ一応なんか群馬大学って半分くらい群馬県民みたいな、ウィキペディアとか書いてあったような気がするんだけど、そうですね、でも意外と僕の周りはいろいろその県外の人が多くて、そういう人と話すと、なんか群馬のあとちょっとな、僕とか元内さんとかが常識に思うことが、意外とその通信なんか上毛かるたって言っても足りないじゃないですか。通じないね。そういうところであって、なんかそういう話で初めのその初対面のうちとかは割とそういう話で盛り上がったりしてました。そう、確かにね、群馬なまりもちょっとあるからね。なまってるって言われるんですけど、どこかなまってる、どこかなまってるか分かんないね。質問が来ましたね。関内さん、チャットありがとうございます。サークルは入っていますかってことなんですけど、私は入ってないです。で他3人というか両サイド2人が学生委員会だっけ、はい、入ってるけど実際どういうことしてる感じのサークルなのかな。サークルはまたちょっとくくりが違うかもわからないですけど、
その、まあ、さっきあの政教の政教学生委員会、まあ、もうちょっと正式名称は長いんですけど、あの政教に加入している組合さんとか、あと、まあ、そのもっと広い意味で言えば群馬大学の学生さんに向けていろいろ企画を行ったりして、あの最近荒牧キャンパスで、前橋のキャンパスで夏祭りやって、はい、あの、まあ、盛り上がりました。自分が体操部と、あと今これやってる、これの主催をしている学生広報大使っていうのと、学生団体 PPPC っていうサークル、まあ、学生団体と、あとディズニーサークルに入ってるんですけど、うん、まあ、体操部は体操するサークルというか部活で、広報大使はこういうオープンキャンパスに関わる仕事だとか、まあ、放送、あとはオープンキャンパスの雑務とかそういうのをやったり、あとは広報誌を書いたりするのもあったり、あとは今ここにあると思うんですけど、 Twitter とか YouTube とか、 YouTube じゃないか、 TikTok かとかを上げたりするのも広報大使の仕事の一つかなと。あと学生団体、あ、そう、学生団体 PPPC っていうのは、プログラミング系の塾とかの講師役をやったりする、まあ、ボランティア系のサークルなんですけど、あの、なんていうんですかね、なんかちょっとイベントごとの手伝い、企業の人とタイアップというか、手伝い、企業の人のに言われて、ちょっとした作業の雑務とかを手伝ったりするような、まあ、ボランティア系のサークルですかね。そういうのがあったり、サークルはまあ、公式もあるし、非公式もあるんで、ちょっと全部は分かんないよね。うん、ここにあるトークテーマは気にせず、全然関係ないチャットを送ってくれてもいいので、あ、来ましたね、そのまま言ってた、コロコロさん、チャットありがとうございます。軍隊入って印象変わったところはありますか？印象が変わったこと、印象、そもそも軍隊入る前って軍隊の印象どうだった？どうだろう、県内勢としては群馬県内では一番の、もうなんか見上げるような、見上げる一応群馬県内で一番頭いい学校っていう感じのイメージだったかな。県外勢の時にはどうなんだろう、そもそもどうだろう、難しいな。印象変わったこと、印象変わったこと、入ったら印象変わったこと、意外と実験バリバリやんないなみたいな。ああ、そうなんだ、実験バリバリ。なんかもう、その、僕のイメージですけど、はい、その研究とか毎日なんかもう入り浸ってるイメージがあったけど、まあ、その、まあ、初めそんな知識もないからあれですけど、うん、あの1年の時2週に1回だったり、2年になって1週間に1回だったりみたいな、そこはちょっと印象と違うかもしれないですね。確かに、ね、確かに、なんかよく理系は忙しいって言うからそのイメージだったけど、まあ忙しいんですけど、自分が想像してたよりは忙しくないです。そうだよね、確かに、なんかバイトもできないんかなみたいなレベルを持ってたら変わったかなって思います。全然いけるもんねって感じかな。じゃあ、今なんだっけ、トークテーマはそもそもなんだっけ、群馬大学に進学してよかったこと、なんか、あ、また来ちゃった。チャットがまた来たんでチャット答えていきます。コロコロさん、チャットありがとうございます。県外の人は群馬に行くのに不安はなかったですか？群馬に行くのに不安を持たれるのか県外だからでしょ。県外というか、なんか まるで国外行くみたいな感じですけど私は全く不安はなかったです。大ちゃんはどうだった？不安ではなかった。なんか群馬は行ったことなかったので、どんなとこかなっていうのがちょっと楽しみで、そんなに不安はなかった。それでいいかな。結構来ましたね、チャット。関口さん、チャットありがとうございます。他の学部の人とも交流はありますか？男女比はどれくらいですか？どうしよう、学部の人との交流さっき話すかな。学部、他学部と交流ある、ある。その先ほど言った政教学生委員会には割とあのいろんな学部の人がいるので、そこで医学部の人と話したり、あの情報学部の人と話したりすることは結構あります。
どう？2人、女子2人とかは。1年の時はその荒牧の方にキャンパスがあったので、そこだと、あと何だっけ、教養教育とかの科目で他の学部と交流することはあったんですけど、桐生キャンパスに来るとやっぱり理工学部の人しかいないので、ちょっと交流は減るかなって感じです。確かに。そうですけど、でも2年なんか、まあ、やっぱ自分からだよね。2年な授業で関わるとか、学校からなんか交流会があるわけじゃないから、自分でなんか喋ったりしないとって感じだよね。じゃあ次の質問いきますね。うんさん、チャットありがとうございます。あれじゃない、男女比。あ、男女比忘れてた。男女比ですね。全体的にはどうなんだろう。意外と同じぐらいなんか、全体理工学部全体だと。ちょっと男子多いぐらい、6、4ぐらい、全体では。まあでもちょっと男子の方が多いんじゃない？多いかな。でも私の化学生物化学科はもう大体まあ半々ぐらいです。逆に多分、電子機械類の方は男子8割、女性2割かな。教室入ってもなんか女子がちょっと固まって6人ぐらいしかいないなみたいな、クラス一クラス数50人以上はいるはずなのに6人ぐらいかなみたいな感じですかね。じゃ次の質問いきます。あ、男女比もちゃんとグラフがあるようなグラフなのかな。チャットの方に送られてきているそちらをご覧ください。じゃあ海さん、すいません、チャットありがとうございます。高校の時部活とかボランティア活動とかはやってこなかったんですけど、高校推薦で内申点と行きたい意思で受かる見かるみはあると思いますか。これはこれしか答えられないと思うんですけど、そうですね、僕高校の時に友達も群馬大学4人ぐらい受けたんですけど、同じクラスで4人受けて、学校で一番頭いいやつとかは特にあんまり部活とかやってなかったと思うんですけど、普通にてか4人全員受かって、クラス4人受けた人全員受かって、まあ、俺が一番頭悪くて割と部活とかのパワーがあったんかなって気がします。で他3人は普通に頭良かったけど、多分俺みたいになんかいろいろやってなかった、ボランティアとかは確実にやってないし、部活もそんな強いみたいな部活じゃなかったんで、ちゃんと勉強してきたとか、なんかまあ一芸があるならいけるかなと思います。詳しくは入学者募集に関する要項や各種入試別の学生募集要項で確認ください。じゃあ次のトークテーマいきますね。受験勉強についてのトークテーマなんですが、チャットが来てますね。先にチャットを紹介します。レイさん、図書館な、レイさんチャットありがとうございます。図書館の本はどんな種類ありますか。だそうですが、図書館使うかよく使ったり、まあ、たまに使う。そうそう。あんま行かないです。あんま行かない。でも結構いろんな本当にいろんな本があります。だいぶなんか専門的な本とか、うん、なんかレポート書くときに参考にしようみたいな資料もあるし、最近 TOEIC の勉強し始めたら TOEIC の公式問題集とか置いてあって借りて使えたりするんで、いろいろありますよね。うん、あと普通に小説の本もあります。ぐらいかな。あとその専門的なのが多いっていうふうに今おっしゃってたんですけど、普通に高校の教科書とかも置いてあるコーナーがあるので、高校の復習したいとかの時も使えます。じゃあそんな感じでいいですかね。じゃあチャットが一回消化できたので、本題というかトークテーマ、高校の頃みんな勉強とかどうしてた？夏休みぐらいか、高校生の期末もって夏休みか、うん、どうなんだ、これを見てる人は3年生が多いのか2年生が多いのかだけど、2年の夏とかは何してた？3年の夏はやっぱ勉強はしろっていう感じだった気がするけど、どうだった？2年の夏は2年、僕は高校で弓道部やってたんですけど、弓を引いてたんですけど、その部活を割と一生懸命やって、
合宿とかも行ったりして、まあ、合間に夏休みの宿題やったり、あと、ね、夏休み明けに2年の頃、まあ、3年もなんですけど、テストが、明けテストみたいなのがあったんで、まあ、それの勉強も1週間前ぐらいになったらちょっと追い込まれながらやって、あとインターンシップに高校生でした。僕の高校なんかそういうインターンシップ、へなんかちょこっと、まあ、ちょっと見学したりみたいなやつでそういうインターンシップ行けますみたいなのがあったので、それに行ったりしてました。へー、それすごいな。3年の夏休みか何してた？あ、ちょっと記憶当たりそうなの、タイちゃん。3年の夏休みはなんかちょうどその部活引退と受験勉強始まる境目みたいな感じだったので、なんかちょっと受験勉強に切り替えたいけど、なんかなんだろう、コロナとかもあって部活でちゃんとなんか締めくくれなかったっていうのもちょっとずるずる引きずりながら、まあぼちぼち勉強を始めようかなっていう時期だったので、一応勉強はしてました。チャット入ってますね。関口さん、チャット何回もありがとうございます。英検などの資格は最低でも何級持っていた方がいいですか？なかなか難しい質問ですね。英検みんな持ってる右から持ってるか持ってないかだけで、ちょっと持ってたか、持ってはいました。持ってないです。持ってない。持ってた。持ってます。あまり、そうですね、こういうのちょっと怒られちゃうっぽいんで、詳しくは入学者選抜に関する要項、各種入試別の学生募集をこれご確認ください。お、また質問入りましたね。 OK さん、質問ありがとう、ちょっとありがとうございます。情報学部は新設されましたが、理工学の電子情報通信プログラムで学ぶのとどのような違いますか？そうですね、なかなかまた難しい。そうですね、情報学部が別に今日いないのはちょっと答えづらいんですけど、僕がその情報学部と今その電子情報通信プログラムの前身になったところに、前身か前身じゃないな、前身になったところに所属で、電子情報理工学科っていうところにいるんですけど、多分情報学部は、なんていうんですかね、いろんな情報プログラミングもそうだし、いろんな情報に関することをやるんだと思うんですけど、電子情報通信プログラムは多分今自分がやってるようなプログラミングもやるけど、どっちかというと機械関係とか電気関係とか、やっぱ工学に近い理工学部の電子って払った情報なんで、理工とか工学よりの情報をやるんじゃないかなって思っています。また質問ありがとうございます。コロコロさん、質問ありがとうございます。1日何時間ぐらい勉強していましたか？多分高校生の頃の話かな。どうですか斉藤くん、1日何時間ぐらい、どうしよう、受験期に入ったらどれぐらいしてた？受験期、まあ、夏休み終わったらとかかな、まあ、3年の夏ぐらいかな。その時はそのさっきもちょこっと、まあ、夏休みだ、受験期の夏休みだとその学校でその補習みたいのをずっとやって、まあ、その補習の合間、補習もその全部取るわけじゃないんで、休憩1時間ぐらいあったりするんで、その間はまた別のところで自習室で勉強したりとかもあって、元気がある日は10時間ぐらいできたんじゃないですかね。すごいな。ですけど、大体その 10時間目標にはやってました。おお、10時間目標、すごいな。できたか別として。なるほど。じゃあそっか、何時間、パッと何時間ぐらい勉強してたか覚えてる？2人。でもなんか私結構あんまりちゃんと勉強できなかったなって思ってて、だから本当にもう勉強やる日はもうずっとやるけど、勉強しない日はもう本当にしない日とかあって、ちょっとなんていうかムラがある感じだったんで、なんか、どうなんだろう。僕なんか全然勉強しなかった気
がするで、なんかなんならあの高校の夏に学習塾やめてるんで、なんか逆に始めるんじゃなくてやめて3年の夏になって学習塾なんかちょっとあのいろいろあってやめちゃって8時間も絶対5時間も勉強しないと思うんだよ。本当にちょっとしか勉強しなかった気がします。次の質問いきますね。MH さん、チャットありがとうございます。推薦入試の面接の対策は何かありますか？面接練習しましょう以外に何かあるかな多分推薦受けるのは高校の先生とは面接練習してくれると思いますし、なんですかね、あのやっぱいろいろ先に用意しとく、高校入試ぐらいないろいろ先に大体聞かれることも決まってると思うんで、まあおおよそメジャーな質問というか、 何で志望しましたかとか、志望理由とかはもう誰にいつ言われてもパッと私は機構を志望した理由はっつってすぐに言えるぐらい完成度を高めたらいいんじゃないですかって感じがします。まあ普通にコミュニケーション、友達とでもいいから喋るのが一番、やっぱ喋っていけば口角というか顔の筋肉が動きますし、あと笑えばちょっとずつその笑った筋というのは刻まれてますから、やっぱりやった方がいいんじゃない、喋るのが一番じゃないですかね。ちょっと次のトークテーマいきますね。最後のサークルアルバイトについてのトークテーマなのですが、その前に、チャットが来てますね。あーさん、チャットありがとうございます。推薦で来た人は夏休みどのくらいの時間勉強していましたか？僕に向けた質問ですね、もはやさっきも言ったんですけど、僕は3年の春に入った学習塾を夏に辞めてて、そうですね、どれくらい勉強したの本当に。多分斉藤君の半分も勉強してないですね、70時間。うん、なんか結構楽観的に捉えてて、推薦落ちたら頑張ろうくらいで思ってて、いやでも多分、いやちゃんとあのセンターの、あセンターというか今はあれですかね、総合共通テストになってるんだっけ、まあ、共通テストの勉強はしてたんですけど、二次試験とか何も考えず、まあ、共通テストとりあえず過去問やったりしようかなぐらいやってたり、うん、何勉強してたんだ俺。あとはまあ学校の問題集とかやってましたけど、3から5時間3時間ぐらいしか勉強してなかったんじゃないかなっていう気がします。あ、またちょっと来てますね。イーサさん、ちょっとありがとうございます。英語が苦手が大変ですか？大変です。マジまあ、なんていうか、私の学科では今でもそのもう1年生の時からずっと英語の授業があって、だから、まあ、別にあのなんていうか、まあ、苦手でも全然ついてはいけると思うんですけど、まあ得意に越したことはないです。なそれはその通りでございますどう2年生とかまだ多分あれ2年生は共通の英語だっけ？一応英語はあります。どう、その先生があの外人さんというか日本人じゃない方で、ずっとあの日本人の先生でも割とあの90分の講義ずっと英語で授業とか進めるので、それが初めちょっと戸惑うかもわからないんですけど、まあなんとか慣れてやってます。どう、自分も英語苦手なんですけど、授業とかはついていけるので多分大丈夫だと思うんですけど、課題とかでその長文読んだりとかがあるので、それがちょっと自分は大変かなって思いました。とは一旦消化できたんで、アルバイトとかサークルに関しての、なんかサークル、さっき話したアルバイトに関してのことがあるかな、うん、アルバイトも話したっけ、話してないか、うん、そこまで、まあ別にしてません。ああ両立できるかどうかとか、確かに、ね、あちなみにアルバイトみんな週どれぐらいやって毎月どれぐらい稼いでる
ちょっとリアルな話になっちゃうけど。でも私は週にまあ2回ぐらいアルバイトしてて、だいたい何時間、まあ、3時間から5時間ぐらいですかね。でも全然その在学との両立は本当にできてます。たいちゃんなんかどう？自分は単発のバイトをやってるんですけど、やっててでその週に何回とかではないので、その自分の予定が空いた時間とかに入れてっていう風にやってるので両立はすごいしやすいです。だけどそのバイトに入る回数はその週何回とかっていう人よりは圧倒的に少ないので、稼ぐっていうことだと多分週毎週行ったりとかした方がいいかなって思います。まあ、あんま稼ぎすぎちゃうとあの税金の問題があるから、だいたい104万だっけ、108万だっけ、100何万の壁があって、それ超えちゃうとまずいのがよく言われてるよね。私はでもそんなにアルバイトガチ勢じゃないから、僕バイト週3から4やってて、サークルも週3から4あって、週7なんか予定があったんですけど、意外と多分2年生の時一番授業忙しかったんですけど、なんやかんや続けられたりしたから、意外と両立なんか命削ってるなって思いながら徹夜で勉強したり、あの玄関で倒れて寝たりしたんですけど、多分いけるんで結構いけると思います。なんか両立とかはもう、まあ、普通にやるぐらいなら難しくないんじゃないかなって思います。あと、いいよ。キャンパス周辺のアルバイト先だと結構その大学生のアルバイトの人が多いので、結構そのなんていうかテスト期間とかにこう気を使ってくれるバイト先が多いです。あとは掛け持ちしてる人も結構いて、だからそんなに心配することはないと思います。ちょっと入ってますね。大学院院の学費をバイトで賄っていくことは可能ですか？大学院どっちだろう、5時の院なのか大学院、ま、大学院の話は、ま、ちょっと、ま、院生ではないので難しいんですけど、大学院はマジで忙しいらしいので、バイトしてる余裕すらないみたいな話はよく聞きますから、まバイトで賄うなら大学院は無理だと思います。大学の学費をバイトでだったらどう思います？確か毎年の学費が58万だったかな、だいたい58万ぐらいだったと思うんですけど、まあ結構難しいのか、できます。あ、そうですね、2年生学位のいいところとかあります？ちょっとカンペが来ちゃったんですけど学位のいいところを聞きたいそうです。さっきも言ったそのいろんな学部の人の関わりながら、あとあの実際にその政教のちょっと偉い人だったりとか、あの話したり、あの結構貴重な体験というか、なんかいろいろ面白い体験がたくさんできるのは学位のいいところかなって思います。どう、たいちゃん的には大学学位のいいところあるって聞き方はどうですか？さっきも斉藤くんが言ってたんですけど、他の学部の人とかと関われる、他のサークルとかもそうなんですけど、他の学部との人と関われることとか、あとイベントとかをその計画したりとか、その組合員のためにいろいろ活動をしてるので、その誰かの役に立ちたいとかそういうふうに思ってる方がいたら、ぜひ学位へ来てください。入学した皆さんお待ちしてます。気になるそうサークルとかもあれば、有名なサークルとかってなんだろう、ボイスクリームとか、合唱、ボイスクリームは聞いたことある？聞いたことない。ない。ない。
合唱サークルが結構なんか音楽系のサークル有名じゃない、アカペラとかアカペラ系のやつとか、あとダンスサークル B スタイル、あれは結構有名かなっていう。あ、チャットはあれです、質問はここに関係なくともどんなチャットでもいいので送ってくれるとありがたいです。サークル、サークルか、ここがサークルだいぶ話したんだけど、サークル、あ、大学の、大学の部活とサークルの違いとか話した方がいいのか、うん、結構大学のサークルってやっぱりみんなが想像しているようなサークルっていう感じで緩いやつでのが多くて、逆に部活は高校みたいなガッチガチみたいな結構あったりするんだ、うん、自分が入ってるのが全然そういうんじゃないんですけど、よくあのなんか目上の人には全員ちゃんと敬語みたいな、あとなんか LINE、 部活の LINE グループも授業中には LINE を送っちゃダメとか結構厳しいルールがある場所もあるのは部活かなって印象が強いです、うん、バリバリ体育会系みたいな。やばいな、話すことに困った、どうしましょうか。なんかチャットは来てないですね。アルバイトかな、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたが、お楽しみいただけたでしょうか、群馬大学について質問したいことがある場合は個別相談コーナーのページをご覧ください。このトークライブの感想はオープンキャンパスグッデ2022特設サイトのアンケートフォームからお願いします。またハッシュタグ群馬大学 GU レイをつけて SNS でもぜひシェアしてください。それでは学生広報大使トークライブ理工学部編を終わります。来年以降皆さんとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。